広島大後半1回目のタイムアウトを取りました。プレーナンバー3の21、愛媛大学フォースダウン。ボールオンは相手陣6ヤード、フィールドゴールを狙います。キッカー1番、キックレングス24ヤード、フェイクプレータッチダウン。ホルダー4番フェイクからのパスを投じようとしましたが、ターゲットがカバーされており、スクランブル左オープンを駆け上がりタッチダウン。愛媛大学6点獲得。